この際、中田博君から関連質疑の申し出があります。藤井君の持ち時間の範囲内でこれを許します。中田博君。中田君。日本維新の会の中田博でございます。総理はじめとして、お聞きをさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。藤井隆雄先輩の後に続いてですね、もろもろお伺いをしていきたいと思いますが、今日の集中審議のテーマに先立って、一つぜひお聞きをしておきたいのが、中国で今、大きな懸念になり始めている鳥インフルエンザについてであります。今回の鳥インフルエンザ H7N9 というですね、この鳥インフルエンザでありますけれども、今朝、我々が知っている限りにおいてはすでに患者が14人、そして死者が5人になったという状況でありますけれども、その後何か新たな情報は掴んでますか。田村厚生労働大臣。今委員からお話があった点でありますけれども、鳥インフルエンザ H7N9 型でありますが、3月31日に中国政府が公表いたしましてからですね、今朝までは14名が感染をし、5名死亡でございましたけれども、その後6名目が死亡されたという情報を確認いたしております。中田博君、ますます、そういう意味では、感染が拡大をしているということでありますが、まあ、おそらくまだ、人から人へということには至っていないという状況ではあろうと思いますけれども、まあ、こういう場合は全て最悪の事態を想定しながら対応しなければいけないということでありまして、その点抜かりなくお願いをしたいと思うんですね。私思い起こしますと、今から4年前でありますけれども、平成21年にH1N1 のですね、新型インフルエンザが、発生をして、これがついに日本に、入ってきたというね、大騒ぎを思い出すんです。まずは日本に入ってきたという前に入ってくるだろう、そしてそれがどこで見つかるかというですね、こういう大騒ぎになっていました。まあ、マスメディアはとにかくどこで第1号が出るかということになりますし、ご記憶だと思いますけれども、もう防護服よろしく、重装備のですね、係官が飛行機内に立ち入って、そして検査をする、まあ、こういった事態にもなっていたわけですが、その当時私は横浜市長を務めていたわけなんですね。これは本当に忘れない思い出ですけどね、ちょうど今頃です。4月の30日の夜、もういつ発症例が出るかということの中において疑い例が出たんですよ。で、疑い例が出ましてね、それが横浜市の男子高校生だったんです。で、この男子高校生がそういう意味で病院に入り、その検査結果、確定結果というのを待つという夜でありました。逐一連絡が入るわけですが、なかなかこれ最後遺伝子検査をやって確定をさせるには時間がかかります。本当にイライラする気持ちではありましたけれども、厚労省と我が方横浜市との間ではきちっとコミュニケーションは取れておりました。我が方の担当者もですね、一生懸命やってた岩田という担当者、そして厚生労働省の方は難波さんという方がね、主に窓口になってしっかりと連絡を取っていました。検査結果が出たら厚労省、厚労大臣、そして横浜市長である私、同時にこれは会見をしようということで、すべての話はついていたんですが、まあ、日付が変わった5月の1日、ここもなかなか検査結果が出ないという中においてですね、まあ、厚労大臣が記者会見をするというニュースが流れるんですね。これ午前1時頃です。午前1時頃、私ももうこの日は夜を徹するつもりでずっと情報収集、そのために体を開けてありますから、 NHK を見ていると午前1時過ぎにテロップが出るんです。このあと厚生労働大臣の緊急記者会見と、こう出たところからね、一気にこれは第1号だというんでパニックが始まるわけです。
国民は寝静まっている頃でありますけれども、そのパニックはマスメディア並びに厚労省、そして私ども横浜市の現場でした。まあそのテロップが流れた瞬間から横浜市には次から次を次へと押し寄せる電話の嵐、そして結局どうなるか、電話はパンクするわけです。そして見切り発車で厚労大臣、まあ、名前は特にねこの場で出しませんが、まあ、舛添さんという方であったと記憶をしておりますけれども、結局検査結果が出ないまま記者会見をするんです。そして横浜市とは連絡取れない、神奈川県とも連絡取れない、どうなってんだと、こういうふうになるんですね。まあ、一言で言えば勇み足だと言わざるを得ない、まあ、それはその後の検証でもはっきりしてますから、別に今更恨み節はないですよ。だけどここは緊急事態来ることを想定して落ち着いて対処しなければいけない。まあ、菅官房長官は横浜選出でもありますし、この事態も当時把握をしていたと思いますけれどもね、ぜひともドタバタではないね、どっしりとその時来るもんだと思って覚悟して対応してもらいたいと思うんですが、その準備はいかがですか。菅内閣官房長官。私も当時のことを今記憶を新たにいたしているところであります。マスコミのあの報道ぶりというのは大変なパニック状況でもあったように思っています。今度のこの特措法の中にはですね、やはり国と地方自治体との連携を密にする、こうしたことをしっかりとですね組み込んでおりますので、常に何しろ現場は地方自治体の皆さんですから、そこと日頃からの連携をしっかり取って対応させていただく、その体制はしっかり今取っているところであります。中田博君。今官房長官から特措法というお話がありましたけれども、これ新型インフルエンザ等対策特別措置法ということで、それこそ今お話申し上げた過去の事例も踏まえて教訓とし作った法律ということであります。例えばですね、いざ国内で感染が広がりそうだという場合にはですね、例えば人が集まる施設、これ民間であったとしてもですよ、例えば映画館だったりとか、あるいは遊園地だったりとか、こういう場所においてもね、やっぱり制限加えなきゃいけないんです。とか制限加えるにおいても、我々地方自治体が制限加えようと思っても、どこに法の根拠があるんだって今までは言われてしまっていたわけですね。でそういう意味ではこの特措法ということでね、ある意味ではきちっとした裏付けを持ってやれるわけです。そのためには新型インフルエンザ等緊急事態宣言というのを政府が出すという手続きもありますし、ここら辺を過断なくねやることが必要だと思いますね。釈迦に説法は申し上げるつもりはありませんが、緊急事態非常事態というときには私は尊敬する、まあ、安倍総理もおそらくお親しく尊敬しておられる笹敦之先生、淳子先生がですね、こうよくおっしゃいました。緊急事態には空振りは許されるが見逃しは許されないと。すなわち先にね食いついてって物事の準備をし、それが結果として何もなければ許されるけれども、しかし見逃して事態を大きくしてしまってはダメなんだという教訓でありまして、ぜひともこの点はねよくお願いをしておきたいと思います。併せてですね、これ全国の皆さんも見ておられるでしょうから、ちょっと私の方からこの機会に申し上げておきますが、人から人へと移って国内の基準でフェーズ4という段階に入ったときにはですね、おそらく政府もこれ緊急事態宣言が出てる頃だと思いますけれども、その時にね、熱が出た、ちょっと怪しい、顔が赤っぽいと言ったらどうするかと言ったら、これ今のうちからね言っときたいと思うんですけどね、病院行っちゃダメなんです。病院行っちゃダメなんです。ここが大事なんですね。病院に行っちゃダメなんです。何度も言いますけど、もうね疑い自分で持った人、あるいは家族でちょっと病院行ってきた方がいいんじゃないのと思われた人が次から次へと病院に行っちゃったら、これ病院パンクするんです。そして単なる風邪の人から本当に新型のインフルエンザの人までひっくるめて院内感染しちゃうんです。これがパニックの始まりなんです。ですからそういう状態になった時にどうするか、4年前は発熱相談センター並びに発熱相談外来、発熱外来ですね、
こういうのを設けて必ず発熱相談センターに電話をかけるのが最初なんですよっていうことを告知してたんですが、それもなかなかね十分に広がって国民の皆さんに理解できてもらってたわけではないんです。横浜市民もそうなんです。そこはね、今回は発熱相談センターではなくて帰国者接触者相談センター、帰国者接触者外来ということが設けられることになっていますから、絶対に病院に駆け込むんではなくて帰国者接触者相談センターに電話を入れる、これ各地方自治体に全部政府の通知とともに設けられることになりますから、日本全国です、必ずそこに電話をしてそれから駆け込む、あ、駆け込むじゃないや、それからそこのアドバイスに沿った行動を取るということをね、これ徹底をしてもらうことを私はぜひこの機会に申し上げておきたいと思いますし、まさにそういう準備をねしていくことこそが、これが日本のワークインのリスク管理だと思いますので、この点、官房長官しっかりやっていただきたいということについて、私はねこれは今のうちから周知しておいた方がいいと思いますから、その点お願いしたいと思います。菅内閣官房長官。実際の経験に基づいてのですね、この周知徹底の仕方について、貴重なご意見であったというふうに思います。私どもも真摯に受け止めて、そうした対応を しっかりと取るように内閣を挙げて取り組んでいきたいと思います。中田博史君、ぜひお願いします。合わせて山本委員長、はい、これですね、外交や安全保障も危機管理ですけれども、こういった、新型のインフルエンザ、これも危機管理でありますからね、本委員会においてね、こういった危機管理ということについてこれから先集中審議ということもね、ぜひご検討いただきたいと思います。五国理事会で検討させていただきます。はい、ぜひお願いしたいと思います。さて、それでは本題に入りたいと思います。官房長官、もし、もうお仕事、もしじゃないですね、忙しいに決まってるんですから、どうぞ、お引き上げいただければと思います。さて、エネルギーの問題であります。同僚藤井先輩から既に話がありました、メタンハイドレード、これについて日本も大いなる期待ができるという状態にもなってきました。すでに先月中旬の話もありましたけれども、渥美半島沖ですね、ここにおいては、メタンハイドレードの試験採掘、これが成功したということであります。これは聞くところによれば日本の天然ガス消費量の100年分に当たるということですから、大いなる可能性がある。資源小国と言われた日本が資源大国とは言いませんけれども、少なくとも資源というものについてより自分たちで調達をできる国になっていくという上においては、これは極めて貴重なことだと思っております。で、これ今の申し上げたこの先月中旬のメタンハイドレードの試験採取の件は、これはマスコミを通じて多くの人たちは知るところとなりました。ところがね、マスコミも知らない、国民も誰も知らない、失礼ながらここにいる同僚の国会の先生方も並びに閣僚の皆さんも知らないという日本の大きなグッドニュースもあるんです。それ何かと言いますと、昨年の1月から4月にかけてアメリカアラスカ州のにおいてメタンハイドレードの試掘を実はある機関がやっておりました。どこかと言いますと、アメリカのコノコフィリップス社という会社と、日本では先ほど来出ているジョグメック、独立行政法人の石油天然ガス金属鉱物資源機構、ここが共同で試掘をやっていたんですけれども、ここにおいて大きな成果がもたらされているんです。で、それは何かというと、先ほどのこの渥美半島沖のは要は海底からメタンハイドレードを取り出しましたということなんですが、その原理はある意味では同じでありますけれども、何が画期的かというと、アラスカ州の当地において永久凍土の下にあるメタンハイドレードの層にですね、二酸化炭素を注入して、そしてその圧力で今度は逆にメタンハイドレードを取り出すというこのことに成功しているんですね。すなわち CO2 は何かといえば、これはできるだけ地中の中に埋め込んでしまう、一方でメタンハイドレードを取り出す
という、これ極めて画期的な成功事例なんです。で、申し上げたようにこれは日本も大いに貢献しているわけです。独法ジョグメックですから、まあ、いわば日本政府が大いにこれはやってきたと言ってもいいわけでありますが、申し上げたとおり誰も知らないですね。これアメリカではどうなっているのか、ちょっとパネルをご覧いただきたいと思いますし、皆さんのお手元にも資料をお渡しをさせていただきました。これはアメリカの資源の報じているインターネットのサイトから今回は拾ってきたものでありますけれども、ここにおいてはですね、アメリカのエネルギー省の長官でありますスティーブン・チュー長官が大体的にこれ発表してるんですよ。エネルギー省長官ということは日本で言うならば茂木さん、経産大臣であります。アメリカではね、日本と共同でやったことをこうやって大々的に報じて大きな可能性だと言ってるときにね、日本では誰も知らないんですね。経産大臣出てきた試しないですよ。そういう意味ではね、こういうこともっともっとね、やっぱり日本はしっかりと報じていくことも必要だし、そのことをもってより国民の理解を得て、その上で先ほど藤井さんもおっしゃった戦略的な資源調達ということに向けた政策を打ち立てていくべきだと思いますけれども、茂木大臣いかがですか。茂木経済産業大臣。先般のですね、渥美半島から志摩半島の沖合で実施しました世界初のですね、メタンハイドレートの海洋産出試験、これにつきましてはですね、私会見で結構思ったより出たと言ったらそのまま流されましてですね、英国、アメリカ、そして中国等の主要メディアでもカバーをしていただきました。そして委員ご指摘のようにですね、昨年、これも私画期的だと思うんですけれど、ジョグメックと、まあ、米国の資源のメジャーの間でですね、国際今共同、実験を行っておりまして、これは二酸化炭素で、転換する部分とですね、もう一つその減圧法でやるの両方やってるわけでありますけれど、大きな実験がございました。残念ながら昨年の1月から4月ということで私大臣でありませんでしたので、その時の状況がどうかは分かりませんが、こういったことはこれからですね、日本としてしっかり発信をしていくと、そしていろんなオプションを日本が持ってるんだと、まあ、いうことがですね、また資源外交上も極めて、そしてまたエネルギー価格を下げていく意味でもですね、極めて重要になってくると、こんなふうに考えております。中田博史君。この皆さんにご覧いただいているこのパネル写真はですね、昨年の5月の2日に、申し上げたようにアメリカのスティーブン・チュー長官が大々的に発表している絵でありますから、もちろん、当時の政権自民党ではないわけでありますけどね、ぜひ今後は今申し上げたように本当にやっぱり戦略的に進めていく上でもね、茂木さんのリーダーシップをお願いをしたいと思いますが、総理にも一言だけお聞きしたいのは、やっぱり日本という国はこれまで資源を買ってくる国だったんですよね。で、これは戦争に日本がいよいよ踏み出さざるを得ないというような状況なども、実はエネルギーというのは非常に大きな背景にありました。そういう意味では当時も商社がエネルギー、すなわち石油、こういったことを海外に向けて買いに走っていたわけですけれども、それではどうにもならなくなった時代背景がありました。世界の環境がありました。やはりですね、我が国は少子原国であることはみんな分かっているわけですから、これを今もって商社が買ってくるというこういう状態からね、国が戦略的に開発をしていくというふうに改めていかないといけないと思いますので、この点は総理の覚悟だけお聞きをしておきたいと思います。安倍内閣総理大臣。確かに今永田委員がおっしゃったようにも、戦前はですね、5割以上、7割近くを米国に石油では頼っていたわけでございまして、そこで石油を絞られて日本は戦争に突入をしていくわけでありますが、その反省から日本はなるべく供給源をですね、多角化、多様化していこうという努力をしてまいりましたが、今後はですね、今委員がご指摘のように自前のエネルギーを持てるということと同時にですね、日本がその権益自体をちゃんと確保していくということも含めて、我々のエネルギーを確保していく、そういう戦略を進めていきたいと思っております。永田博史君。それでは
原発のその後について、今日の本題、私にとっての本題に進めていきたいと思います。私は今日非常にここに立つにあたってはどういう言い方をするのか、言葉を選びながらやらなければいけないなと思って、緊張感を持って臨んでおります。言いにくいこと、批判をされるかもしれない、そうも思いますけれども、私は一つの提案をしたいというふうにも思っております。まず現在もですね、福島第一原発の事故によって避難を余儀なくされている方々、被災者の皆さん、苦難を強いられている皆さんには心からお見舞いを申し上げなければならないと思いますし、この方々のやはり人生設計もう一回できるようにしなければならない、これは政治の役割だとこう思っております。そしてこの福島第一原発というのが東京電力であるということを考えればですね、私は横浜に住んでいたり、あるいはここ東京でこうして働いていたりというような中においては、かの地福島から電気がこうして私たちのために供給されてきたことを考えれば、政治家という以前に一国民、人としてですね、福島の皆さんに対してこれから先しっかりとできることをやらなければいけないと、こういうふうにまず持って思うわけであります。その福島において今除染作業が進んでおります。で、特に福島県内の11市町村においては除染特別地域ということで、この除染の作業が進んでいるわけで、国が直轄してそれを行っております。政府が試算をしている数字がどうなっているかということを、これ私の方からも申し上げますが、福島県内の除染等によって生じる汚染土壌や汚染廃棄物、この総量、これは1500万リューベイから3100万リューベイということで見積もっているということであります。1500万リューベイというのはどのくらいかといいますと、ダンプカー、これ10トンですね、10トンのダンプカーでですね、およそ200万台に相当するという凄まじい量になるわけです。だけどこれは1500万リューベイですから、それをじゃあ3000万というね、倍になったときにはという話になると、なおさらこれは凄まじい台数が必要になります。そしてそこにかかっている費用でありますけれども、平成25年度本予算案においては4978億円を見積もっております。これまでの累計でも1兆2875億円に上っております。そしてこの除染対象ですけれども、これは住居区域なんですね。いわば福島県内には森林がいっぱいありますけれども、この森林は除外をされています。石原大臣、これ森林除外されていることについて簡単になぜかということを教えていただけますか。石原環境大臣。これも多分ご承知の上、ご質問されているんだと思うんですけれども、森林の除染よりもまず生活圏の方からやろうということで、平成20年25年の2年間で除染を行うというふうに決められております。で、そうは言いましても、やはりそのご要望はたくさんあります。しかし森林だけを除染するというようなことであってはですね、一体今委員ご指摘のように福島は本当に森の多いところでございますので、やり方がなかなか定まらない。やはり林業と再生するというような形で、今復興大臣を中心にタスクフォースを作らせていただきまして、単なる森林だけの除染ではなくて林業との共生育成、こういうことも考えて次なる手段を考えていこうというのが現在の安倍内閣の立場でございます。長田博史君。お答えいただいた通りだと思いますし、また、住居から20メーターほど離れている森林であれば、生活していく上での安全には影響はないだろうと、こういう判断だとも聞いております。それは一つの判断だと思いますが、とはいえ裏山に除染がなされていない森林があれば、なかなか人はそこに戻りたいとは思いませんね。
それは風が吹きゃ葉っぱは飛んでくるわ、土は舞い上がってくるわ、雨が降れば土砂は流出してくるわというところに、お宅のエリアは大丈夫ですからというところに、どんなに言われたところで戻りたいとなかなか思わないわけであります。例えば一つ一例を申し上げますと、川内村、ここは平成23年9月に緊急時避難準備区域が解除されました。そして昨年の2月に既存宣言をいたしました。それから1年後の今年2月の時点でどういう状況になっているかというと、既存者は全村民の4割、まあ、4割の人しか戻っていない。この4割の定義、既存者というのは4日以上村で暮らすという定義であります。そしてこの4割しか戻っていない既存者のうち6割超の方々は50代以上の中高年層なんですね。もうすぐ察しがつくと思いますけれども、子供は小さいというような若い夫婦は戻ってきません。また子供の有無はともかく、若い人たちが働く場として戻ってくるということにもなっていません。かつて商売をやっていたというんであるならば、全村民が戻って同じような暮らしになれば商売成り立つでしょう。しかしそうでない以上戻らない、こういう状態で4割の人しか戻っていないということになっているわけであります。すなわち安全ですからどうぞ戻れますよということと、一方では今申し上げたように仕事のことや、そして何よりも安全とは違って安心かという観点に立ったときには戻れないという現実があるわけです。もっと言うならば、これは地元の方々からも私は聞きましたが、戻れないというのではなくて、また自分の意思として戻らないという決断をしている方々もたくさんいるということであります。で、これはちょっと頭の中にお入れをいただいた上で、さらに私の方で前提を申し上げたいと思いますけれども、それでは福島第一原発、こちらのその後の状況はどうなっているのかということでありますが、前政権の時には令和停止をしたということを受けて、それで収束宣言というような状態が確認をされていました。しかし収束と言えるのかということについて、福島の人たちはとてもとても収束などではないと、こう思っていると思います。総理も本委員会においては収束という言葉は使えないというふうにおっしゃっていたはずでありますが、この認識、これはお変えないですね。安倍内閣総理大臣。福島に参りまして、まだ多くの方々がもともとの生活に戻れていないという中においてですね、収束したということは言えないと、このように思いました。長田博史君。前政権から今の安倍政権まで引き継がれている政府と東電の廃炉に向けた中長期のロードマップ、これにおいては30年から40年後に廃炉を完了させるとあります。30年から40年と言ってますけれども、もちろんそれ以上かかる可能性が十分にある。まあ九分九厘それより早くはないということが、この30年から40年という表現だということは、これはもうここにいらっしゃる皆さんは共有できると思います。ということは30年から40年先まで収束しない、収束という言葉は使えないというのがまず現状の認識だと思います。さあ、先ほど川内村でも4割の人しか戻ってないと申し上げましたが、果たしてこの福島第一原発に近いエリア、すなわち川内村よりもよっぽど近いエリアに住んでた人たちが、安全基準満たしましたからさあお戻りくださいという状態になって戻るでしょうか。メルトダウンして炉心の片付けが終わっていない、その廃炉が終わっていない原発が近くにあるところに、安全基準満たしましたと、どうぞお戻りくださいと言って戻りますか。これはないですよ。私はね、福島県民のこれから当該地域の人たちの人生設計を私たち政治家は
しっかりとサポートしなければいけないと先ほど申し上げましたけれども、このことを考えたら、戻れるかのような言い方でずっと引っ張っても、これは不誠実だと思います。もはや戻れない。いや、政治においては戻るべきではないところというふうに、どこかで決断をしないと、この人たちの人生はね、ずっと今のままの状態で5年、10年、20年と過ごしていくことになりますよ。若い人たちは、私48です。じゃあその状態で30年後と言われたら私78ですよ。78までのその間を避難生活、こういう状態にするわけにはいかない。私はここはどこかで政治の決断が必要だというふうに思っておりますが、安倍総理いかがですか。茂木経済産業大臣。まず廃炉の問題でありますが、これは急いでいかなきゃならない。ただ相当困難な作業、そして時間もかかってくると思っております。実は前政権の時代は1号機から4号機までですね、一緒に、中長期のですね、ロードマップを作っておりましたが、1号機から4号機、それぞれ置かれている状況というのは違います。新政権になりまして、号機ごとに、どういった廃炉をやっていったらいいかと、こういった形で、このロードマップを見直す、6月までにはですね、見直しを行いまして、1日でも早く、1年でも早く、廃炉が終わるような作業をしていきたいと思っております。その上で、被災者の皆さん、それぞれ悩まれていると思います。いろんな複雑な思いもあると。そういった中で、帰りたいと、ふるさとに戻りたいと、こういう希望を持たれている方がいる限りは、我々はそれに向けて全力を尽くしていきたい。線引きの見直しの問題もやっていかなければならない。そしてまた復興のためのですね、さまざまな作業、こういったことも急いでいかなければならない、そういった思いで取り組んでいきたいと思っております。永田博史君、時間も限界ありますから、総理には後でお伺いすることといたしまして、今茂木大臣おっしゃったように、1日でも早く、1年でも早くってのはその通りなんですけどね。とはいえ、中長期ロードマップにおいて30年から40年って書いてある中で、一方では1日でも早く、1年でも早くといって今の状態を続けていくということは、これは真に被災者の当該、被災者の皆さんの立場に立ったときに、やっぱり矛盾することだと思うわけです。言いにくいことを申し上げるかもしれないと言いました。時間もないんで先に言いにくいことを申し上げます。私はどこまでで線を引くかはともかくとして、この場所はもはや戻るべきではない。そういうエリアとして国が決断をして、そして当該被災者の皆さんの生活支援をしていくべきだと思います。それはただ単なる生活支援があるという意味において申し上げているだけではありません。言いにくいことはここから先です。いわばこのエリアは戻らないという前提の中で、人が住む場所ではないという前提の中で、日本のために、そして福島の皆さんのために活用しなければしょうがない。今除染した放射性廃棄物はのぞみです。カリカリ置き場です。なぜならば仮置き場も設置できません。仮置き場を設置すれば、中間貯蔵施設ができないままずっと置かれるに違いないと思って仮置き場すら設定できない。だからカリカリ置き場で、あたかもホールクロップというものいいんですかね、この丸い円柱型の袋詰めした、その状態で田んぼのあぜ道や民家の庭や、そういったところにそのままのぞみの状態なわけですよ。このカリカリ置き場がそうやってあちこちに見られる風景は、仮置き場ができないから。なぜ仮置き場ができないからと、なぜ仮置き場ができないかといったら、それは中間貯蔵施設が作れないから。中間貯蔵施設は福島県内で作るということにしている。だけどその説得材料は中間貯蔵であって、それは最終処分場福島県外に、これまた30年以内に運び出しますと
こういうスキームで説得をしようと思っても無理なんですよ。お分かりかもしれません。言いにくいこととは、この地域人が住めないということをもうはっきりさせて、私は放射性廃棄物、この最終処分の場所にする、これをね、政治はどっかで決断するべきだと思います。先ほど申し上げました、トラックで運ぶといったって、県外に運ぶといったって200万台ですよ。これをまた運ぶ運ばないで大変な騒ぎになりますよ。受け入れるとこありますか、最終処分場として。ないですよ。私はここを今すぐとは言いません。総理、どっかで正直に言わないと、被災している方々にもかわいそうだし、また我が国としてこうした問題の負の部分というものをどっかでけじめをつけて前に進めていくことができないと、こう思うんであります。いかがでございますか。安倍内閣総理大臣。まあ、今中田委員がご指摘のようにですね、確かに、政治の判断決断というのは、こうした問題を処理をしていく上で極めて重要であると思います。福島県の三原町においてはですね、市長と議会と、そして自治体が一緒になって、区域区域にですね、話し合いをして、仮置き場をみんなで決めなければ除染はしないという大きな判断をし、そして除染をしないという、これはなかなかおそらく市長、町長としても非常に言いにくかったんだろうと思いますが、これは議会もですね、あるいはまた自治体もそこで一致をして、しかしその結果ですね、仮置き場を作って、除染は進んでいるということになっているわけでございます。そこで今のご指摘の点でありますが、先ほど茂木大臣が答弁をさせていただいていただいたようにですね、自分はふるさとに帰りたいと、こうなったのはやっぱりこれは、東電と国の責任ではないか、その責任を果たせと、こう我々は今、その思いと向き合っているわけでございまして、その中でですね、確かにこれはじゃあいつまで待てばいいんだという課題もあります。そういう中においてですね、我々も検討しながら判断をしていきたいと、これはどう判断をしていくかということについてはですね、やはりこれは住民の皆様のお気持ちに寄り添っていく必要はありますから、その中においてですね、考えていきたいと、このように思っております。中田博君。もう時間がありませんから質問しませんが、最後に申し上げるならば、ことの規模や性格は違うでしょうが、チェルノブイリは今から27年前の事故でした。30キロ圏内に人は住んでません。それが実態です。原発再稼働、このことについての安全性を確保した上でのエネルギー電力供給、これの賛否や、あるいはこうした案件について政治的にどちらの側に立つかということは差し置いたとしてですね、私は今申し上げたようなことを決断していくということは極めて重要なことではないだろうかというふうに思っているわけです。福島県内から仮にですよ、じゃあ東京都が最終処分場を引き受けましょうと、お台場に埋め立てましょうと言って、福島から250キロ、そこにトラックが往復した、ダンプが往復した、先ほど申し上げたように凄まじい量ですよ。200台が1日スムースに来て4時間かけて運んできたとしてもですよ、これは27年かかる、1万日かかるんですから、200台で往復してですよ、これを県外にっていうのはね、幻想です。私はどっかでこういう判断をしていくことこそが政治だと思います。私も横浜市長、こういうのを務めてくる中においては言いにくいけど言わなきゃしょうがない、どっかで決断しなきゃしょうがない、嫌われるだろうけどやらなければしょうがない、こういうこといっぱい、やっぱりそれは総理の悩みとは違うスケールかもしれないけど経験をしてきました。ぜひですね、私はこうしたことについて、それこそ安倍総理の決断というものをどこかで示していただいて、
そして日本が前に進むように、被災者の皆さんが前に進めるようにしていく、このことをお願いをして私の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。